みんなで空気を草人チャンネルということで、前回3やってちょっと面白かったらね、初代のやつも買っちまった。初代空気読みで空気を読んでいこうぜ。こっちでも空気読んでいこうぜ。前回ね、あんまり良くなかったからね、3の方はな。ここは自由に空気を読んでいく空間。あなたが空気を読むことを止めるものは誰もいません。叩いてるように空気を読める面の世界が第1問。あ、電車から始まるんだ。やばいな。どういう動きしてんだ今。気持ち悪いな、お前。いや、でも空気読めてる、空気読めてる。第2問。OK。タイミング良くな。あ、いいんじゃない？いいんじゃない？だいぶいいんじゃないか今の。すごいいいよな、空気読めてたよな。第3問。伏せ！伏せ？あ、伏せ！かわいい！かわいい！第4問。お前ら、そしたらさ、バカじゃん！早すぎ！第5問。ああ、そういうことか。俺があそこに入りゃいいんだな。これは簡単じゃん。オッケー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 。うわ、空気読めてるね。空気読めてるよ。あからさまに読め、やったぜ来た。前回こんないいコメントなかった。めちゃくちゃ空気読めてるって。よっしゃー、続いていくぞ。第6問。サンタさん。何サンタさん、どういうこと。あ、寝たふりしろってことだ。起きて、おい、じっと見つめんだサンタ。どうすりゃいいんだ、寝れねえんだけど。寝れ、帰っちゃったじゃん。第7問。ん、ご注文は。おう、生でな。みんな生か。いや、ここは、生で合わせていくか。生で。オッケーオッケーオッケー。よしよし、オッケーオッケー。いいね、いいね、いいね。第8問。は？お前ら生飲んでねえじゃねえか。おい、女性ども生飲んでねえぞ、お前ら。なに、俺何をしないんだよ。あ、呼べよかったんか。第9問。え、A、B、え、あ、そういうことね。C 余ってんじゃん、かわいそうに。C 子ちゃん、俺行くよ。C、あ、押せなかった。第10問。あ、C 子ちゃん選んだんだ、俺。この最後のワンピンを倒せたら付き合ってください。いいよ。OK。あー、倒れてる！もう先に倒れてる。うわー、マジか。そっか、サンタさんさっき帰らしちゃったもんな。うわー、悔しい。第11問。え、なになに、あ、え、なに、あ、ちょうどオッケー。あー、ジャンプしちゃった。あぶねー。あー、操作方法がわからん。操作方法がわかんない。乗っちゃったんですけど。第12問。はいはいはい、学校だね。起立。起立したよ。例。例どうやんの。例しろや、お前。あ、着席。あ、ごめん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 。まあまあ、許して。このぐらいのミスは許してくれ。第13問。彼女と動物園に行きました。いや、お前らよく観察しろ。これをやりたいってこと主張しろ。第14問。え、死んじゃった。あ、幽霊来ちゃったのか。びっくり。これでいいの。第15問。おー、このタイミングいいね。ダビーよ、もう一回来るな。多分もう一回来る。よしよし、来た来た来た。今回、うわ、完璧じゃん俺。素晴らしい。まだ来んのか。ああ、ちょっと早かったか。あ、もう一回やっちゃった今。間違っちゃったよ。ああ。いや、マジかよ。いや、この驚き方すごい良かったじゃん。ダメ？第16問。え？前回もこんな感じあったな。え？あ、出会いはいいのかな？え、何が正解？は？意味がわからなかったんですけど、よくわかりませんでした。ごめんなさい、皆さん。第17問。汗かいてるよ。次のバス停で降りるポックです。ドキンドキン。スイッチを押せないみたいな感じかな。ピンポン押せないって感じ。次は終点、中野車庫。中野車庫でございます。ピンポン、いいじゃん。これでいいんだよな。おっしゃ、来た。第18問。いやー、譲りたくねー。ふりふり。変なのいるからどっか行きな。いや、ここに行くか。しょうがね。ほら、座れ。てか、取られてんじゃん、彼女。第19問。さっきそいつ、他の男といたぞ。さっきそいつ、他の男と電車にいたぞ。後ろさん、姿そいつだったぞ。第20問。いや、こいつ落としたい。だって浮気されたもん。まあ、いや、しょうがない。こっちが悪いとやるよ。これが空気読めるって。え？前行けないんだけど、なんで？なんで前行けないの？なんで後ろ行くの？君勝手に。いや、難しいな。マジでむずい。第21問。
おはようございます。あはかつろ、見ろ、向こう見るな。お前空気読めてる。それは第22問は何をすればいいの。どうすりゃいいんだよこれ。第23問ああ、さっきの逆か。どうすりゃいいんだろう。このまんまでいいのかな。何が正解なのこれ。気持ちいい。俺こっちに乗り換えるわ。俺こっちの子がいい。俺第24問さっきの仮面ちゃんじゃないの。今日はデートでそろそろ彼氏と思っていいのかな。まだ違ったのか。アニメを見に行こうとするの。あれアニメ見させろや。男だって本当に空気読めない。彼ったら勇気を出して手を繋いできた。もう私たち付き合ってるよね。どうしたらいいの。あ、チュ、あ、チューしちゃった。チューしちゃった。あ、チューじゃないかこれは。第25問邪魔しちゃおっかな。これは邪魔しちゃおっかな。どいてろボケ。いや、わかってる。空気読めなかったのわかってるけども、俺はね、あのカップルに邪魔したかったのよ。どうしても邪魔したかった。これだけは許してくれ、みんな。第26問おデブさんいる。誰がイエローやってくれるかな。おデブさんにイエローできんの。いや、僕やります。第27問イエローデブ来た。こんな感じでいいかな。第28問いや、さっきのデブじゃねえかよ。あ、違う、腕にした方が良かったんか、これは。間違えた。第29問。脳内占いで君のを見てあげる。わ、楽しみ。エッチじゃん、これはどうすりゃいいんだ。どうすりゃいいの。エッチだよ。いっぱい、脳内エッチばっかだよ。何をすればいいの、これ。俺は何をすればいいの。いや、どうすればよかったん、俺。第30問。右向け、右。こっち。オッケー、合ってるよ。合ってる。これだけ、これだけ。ほんとやんわりとか。おデブちゃんいい仕事してた。君いい仕事してたよ。ということで今日はここまでにしようかな。また続きも見てくれね。ではまた、バイバーイ。